はい、先ほど三重県の対策本部委員会合終わりまして、それから三県知事会議も終了いたしました。両会議を受けて県民の皆さんに呼びかけをしたいと思います。私のグラフ出してください。これはマスコミの皆さんに報道していただいてますけれども、病床使用率、昨日から 50% を超えまして、今日ですね、50.9% ということです。50% を超えると、以前から申し上げてますように、救急の方、例えば交通事故を遭われた方、急に病院に行かなきゃいけなくなられた方もですね、なかなか入院しにくい状況であります。医療は逼迫化してくるということになっておりますので、県民の方お一人お一人にですね、行動に気をつけていただきたいということで、今まで以上に感染防止対策を取っていただきたいということです。ちなみに感染者の数ですが、おととい過去最多を記録してまして3657人ということです。次のページお願いします。それを受けまして、先ほど県庁の本部委員会を開きまして、三重県でも BA.5 対策強化宣言を出すということで、期間は今日から8月の21日までということであります。先ほど三県知事会議を開きまして、愛知県もそれから岐阜県も三重県と一緒になって、東海ブロックで BA.5 対策強化宣言を一緒に出しましょうということで、今これは日本でこの東海ブロックだけでありますけれども、経済圏を共にする三県が一緒にやっていこうということです。特に今回の第7波、高齢者の方、あるいは基礎疾患をお持ちの方、この方々が重症化をします。若い方々は重症化をする例はまれでありますけれども、この高齢者の方々に感染を広げないということが重要であります。ここを維持しながら経済を回していくというのが第7波を乗り切っていくために必要なものでありますが、高齢者の方々へのお願い、それから若い世代も含めて、県民の皆さん全員にですね、感染防止対策をお願いをしたいと思います。高齢者などの方々に感染をさせないためには、すべての県民の方々が感染に注意した行動をしていただく必要があるというのが今回のポイントです。次のページ。赤字で出ておりますところがですね、今回やっていくもののポイントでありますけれども、すでに臨時検査拠点申し上げております。それから抗原定性検査キットを配布をするということで、発熱外来受診の代わりとなる制度を今作っているところでございまして、センターを設置して、このキットを配布をしようとしています。陽性者の登録もそのセンターでできるようにしていこうということで、8月の10日から運用が開始できるようにしております。また、キットは国から来ておりますので、必要だというふうにおっしゃられる医療機関の方々へも配布をすることにしております。ワクチン接種体制もすでに申し上げているとおりでございます。6日間のノババックス接種日記は追加をしております。次のページお願いします。病床も各医療機関の協力を得まして、着々と増やしているところでございますし、昨日から臨時応急処置施設も開設をいたしたところです。さらに厳しくなればもう1か所開設をするということも考えております。宿泊療養施設については 40% 弱の稼働率が続いている状況であります。次のページお願いします。高齢者施設での感染拡大が続いております。施設への集中的な訪問をするということで、私も来週になりますけれども、高齢者施設を訪ねまして、注意喚起をしてまいりたいと考えているところでございます。保健所への応援体制につきましては、職員の応援、350名のリスト化でございますが、これしておりまして、応援をしておりますし、外部人材もですね、5月には30名程度だったものを、8月、昨日の時点でも54名ということでありまして、さらに増員の予定であります。次のページをお願いします。県民の皆さんに呼びかけさせていただきたいところはですね、主に3点であります。1つは、やはり以前から申してますが、マスク会食などの励行、マスクの着用をお願いしたいということが1点目です。外はですね、かなり暑いということで、熱中症のために、お一人で歩かれる、あるいは2メートル以上離れて歩いている場合には、マスク外してくださいということですが、屋内で高齢者おられるところ、
これはマスクをきちんと着用してくださいということ、これがポイントの1点目。2点目は換気です。ご自宅であっても適切な換気をお願いしたいということと、それから換気をしっかりされている安心エリアのようなですね、お店を選んで入っていただくことが望ましいということです。またお店の方では、うちはこんなふうに換気をしてますという表示をぜひお願いしたいということで、その呼びかけもさせていただきます。次お願いします。もう一つ、最大のポイントでありますけれども、高齢者の方、あるいは基礎疾患をお持ちの方、あるいはその同居の家族の方、感染リスクに注意をして行動してくださいと。外出自粛ではありません。外出を自粛してくださいというお願いではありません。感染リスクに注意をして行動していただきたいと。多くの人が集まるところ、に行っていただくということは控えていただきたい。散歩されることもあるでしょう。買い物に行かれることもあるでしょう。それは感染に気をつけて出ていただければというふうに思います。これは実は、こういった方々を例示で言っておりますけれども、全ての世代でも注意をしてくださいということであります。会食時の対策は、これ再度のお話になりますが、マスク会食の徹底、それから換気ということであります。それから、先ほどの言いました3点の外になりますけど、医療機関を受診される場合でありますけれども、救急外来や救急車活用、もうこれは本当に真に救急車が必要な方がおられるわけで、なかなか救急車が呼べなくなっている状況が近づいております。従いまして、検査のための利用というのは控えていただいて、熱があるとかですね、個別の項目につきましては、お手元の資料にございますけれども、どうしても対応しなきゃいけない、救急車を乗らなきゃいけないという方以外につきましては、利用をお控えをいただきたいというふうに思います。例えば、もう水分を取ることができない状況、ひどく息苦しいとかですね、意識の障害があるというような場合は、躊躇なく、救急外来、救急車を使っていただければと思いますが、それ以外の方、検査が受けられないからということで、救急車を呼ぶというようなことは、お控えをいただければということでございます。次のページ、事業者の方々、先ほど申し上げました換気、マスクですね、今これをしっかりとやっていただきたいということと、換気については、できましたら対策を店舗に表示をしていただきたいということであります。こういった換気しっかりしているお店を選んで、利用していただくということを県民の方々にはお願いをしているところであります。私からは以上であります。